you say when there are no words? Feel a song that's never been heard. Sing. How do you know when you hear the call? Answer. What do you do when you've done it all? Cannonball. 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 It's not what to do. こんにちは。今季初滑り動画になります。ジェリーフィート。ジェリーフィートについては前回の動画で紹介してますので、そちらの方で、ご確認いただければ概要がわかるのかなと思います。前回の動画では実際に装着しているところは映してなかったんですけども、こういう形になります。はい、こちらがジェリーフィートですね。スノーボードのバインディングにですね、このジェリーフィートのプレート、アダプターを取り付けることで、スキーの開放式のビンディングにステップインできるようになります。こんな感じですね。2を入れてしっかり踏み込む。で、この形になります。もう普通のスキーブーツと同様の方法で装着していきます。今回はスキーボード以外のものも試したいと思います。171cm のフリーライドスキー、スイチップのフリーライドスキーと 185cm のレース用の板、 GS 板ですね。そういった長くて硬いモデルもちょっと試してみようと思います。で、今回お邪魔しているのは、いつものハンターマウンテンです。栃木にありますね。もうこの時期ですでに 3km ロングラン滑ることが可能です。で、ゴンドラもこんな感じで運行してますね。オフシーズンほとんど運動してませんのでね、おそらくめちゃくちゃ下手くそな滑りになるかと思うんですけども、まあ、普段から上手くないですけど、それも包み隠さずもう滑り出しから全てお見せしていこうと思いますので、ご覧ください。さあ、間もなく山頂ですね。ザ・デイです。履き方、せっかくなんでやっていきたいと思います。履き方としては2通りあると思います。まず1つがですね、もうあらかじめこのようにもう板に装着した状態で履くパターンと、あとはブーツにはめてそれからステップインする方法と2通りあります。まずはあらかじめ装着した状態で履いていく方法からやっていきたいと思います。で、この時気をつけていただきたいのが、すでにもうステップインされてますので、ブレーキが上がった状態になってます。ブレーキが上がってますと、斜度があるところでは、板が滑り出して、下の人がすごく危ないので、必ず倒して、置くようにしてください。倒しておけば、まず滑ることはないです。斜面に対して、直角に置いてもらえれば、まず、滑り出すことはないです。じゃあ履いていきたいと思います。山側から履いていくんですけども、板の装着方法などはこれがソフトブーツスキーボードのすべてですの方で紹介してますので、そちらでご確認ください。で、方向転換してもう片方の足も山側で履きます。これで OK です。はい。ではもう一つの方法ですね。はめた状態からステップインしていく方法をやっていきたいと思います。まあ、開放ビンディングにステップインしていくときも基本は一緒ですね。山側から履いた方がいいと思います。山側の方が体に近いので力入りやすいですね。初めての感覚なんで面白いですよね。つま先入れて踏み込む。では早速ですね、今季初滑り1本目なおかつ初めての道具、これ去年も聞いたな、行ってみますね。はい、よし。じゃあまず滑り出しですね。あー、ちゃんと、いやー、まずは俺の滑りが下手なのは、まず
やめて。あ、すごい外れた。ありがとうございます。あ、すみません、申し訳ないです。大惨事。大丈夫かな。はい、一本滑り終わりましたね。まあね、これまで長くスキーボーディングしてきてる私ですので、余計なことは言わないです。はい。ただ言えるとすればですね、まず、パークに入りまくってエッジの丸いスキーボードはやばいです。抜けて欲しくないとこで抜けますね、エッジが。スコンと。もう全然踏ん張り効かないです。まあ、自分が踏めてないのもあります。もちろん。はい。認めますし、実際そうです。ただ、もうちょっとエッジが立ってないと、厳しいですね。それと、自分が持ってるビンディングは開放値10までしかないんですよ。外れて欲しくないとこで外れるんです。自分はその、体重も92キロとかありますので、で、パワー系の滑りしますから、ターン中にですね、ものすごい力かかってるはずなんですよ。いろんなところに。なので、振動とかですね、その力のかかり方で外れて欲しくないところで外れるっていうのもあるんで、ちゃんとそこを理解して滑らないとダメですね。アプローチの仕方が間違ってるっていうことですね。この板、このセットアップ、この雪、今回の雪質に合った滑りができてない自分のせいですね。はい。相変わらず下手くそですね、一本目。全然ダメ。まあソフトブーツは、底がですね、ほぼフラットですので、スキーブーツと違って後傾になりやすいです。なので、しっかり前に踏んでいく意識をしないとダメですね。ソフトモデルの特徴です。そしてデメリットですね。はい。しっかり、つま先側のエッジで踏んでいく。そうすると、ノーズ側のですね、先、板の先端が暴れなくなりますよふぅほぉ、外れるもうダメ、ほんとれてない。いやー、ほんと下手だ。いやー、やばい。ちょっと、危機感すら感じますね、この下手さ。いやー、フリーライドスキーやっていこうと思います。まあ、さっきよりかは、
滑りやすくなる可能性がありますね。まあね、ソフトブーツですので、前後のフレックスももちろんそうなんですけど、サイド剛性も、シェルが柔らかいですから、スキーブーツのようなサポートは得られませんので、ちょっと難しくなってくると思いますし。ただこれで普通に滑れるっていうのが分かったら、いろんな選択肢が増えますので、面白いと思うんですけどね。機会があればいろんなことにチャレンジした方が、せっかくだったらいいと思いますからね。はい。いや、これ滑れんのこれ。やばくない？あー無理無理無理。あ、ちゃんとエッジに、あーそんないきなりやめて嘘でしょいや天気最高これはもしやめちゃくちゃ気持ちいいぞと思った矢先でしたね長板久々ですし初板ですしジェリービートですしちょっと確かめていきましょうああこれでも気持ちいいかも長板ああすごいエッジグリップああこれいい楽ただねバインディング吸ってる感がありますドラグしてますねああ、やっぱ、さっきスキーボードの時は、スプルースライザー使ってたので、高さがあって擦らなかったんですよね。だけど、この開放ビンディングだけなんで、高さがないんで、板を立てていくと、バインディングがちょっと擦りそうになりますね。いや、これでもちゃんと普通に滑れますよ。で、やはりソフトブーツなんで、レスポンスがあんまり良くないですから、普通のスキーブーツのような、クイックさが得られないですね。はい。そこのルーズさを考慮した滑りをしていけば、あ、これ普通に滑れますよ。エッジのある喜び。エッジングする喜び。やっぱり171っていうのは、なんだろう。安定しつつ取り扱いやすいのかな。めっちゃ楽ですよ、滑りが。ソフトベースと思えない。すげえな、ジェリーフィート。やばいぞ、これ。ソフトブーツでスキーできますね。素晴らしい。ちょっとシェルの柔らかさの操作性のルーズ感は否めないですね。これはまあ、スキーボードでも同じことが言えるので、スキーに限ってのことではないです。ちょっともう一本行こう。って気づかないんじゃないですかねこれとりあえずね長板は楽なんだやっぱりエッジングするしでこれぐらいの長さだと小回りも効くし取り回し楽じゃないですかこれキャンバー板なんですよねロッカー入ってなくてもやっぱりこの長さのツインチップだとめっちゃ楽ですわちょっと人減ってきたんで大回り行ってみましょう。そしてやっぱりこのバインディングのドラグが気になりますね。急斜面で板を倒していくと、やっぱりどうしてもバインディングが板の幅にだんだん出てますので、ドラグしてきますよね。でドラグすると板が弾かれてエッジコントロール失うのでやっぱり急斜面は避けて滑った方がいいのかもしれませんたださっきも言ったようにソフトブーツだから滑りづらいということはなくて割と
通に滑る分には全く問題なく滑れますね。いや最高ですよ、いやこれはいいな。そしてこの板が乗りやすいことも分かりました。あと171っていう長さも結構いいかもしれないですね。安定しつつ取り回しやすいっていうね、はい。あとあれですね、フリーライド系なんでかなり土線に近いセッティングでフィンディング取り付けてますので、やっぱりあのノーズ側の長さはあまり感じないので、そういった意味でも取り回しは楽かもしれないですね。あとやっぱりソフトブーツで滑るなら中でも硬いフレックスを選ぶのがセオリーですね。少しでも硬いやつ。じゃあ最後はですね、レース板、GS 板の方で乗っていってみようと思います。こちらになりますね。こちらの板は、昨シーズンですね、初めて乗った板になりますね。ハードブーツでもちろん滑ってます。はい。185センチなので長いですし、あとフレックスも硬いので、ノーズに力が伝わりにくいんじゃないかなーって気はちょっとしちゃってますね。はい。ビンディングと板の間にプレートが入ってて少し高さが出てるので、さっきのフリーライドの板よりかは、ドラグが気にならないかもしれません。はい。で、また長くて硬いでサイドカーブも割と大きめということで、小回りには向かない板ですので、ちょっと急斜面こうテールを振りながら滑るっていうのがちょっと難しくなるかもしれません。ブーツも柔らかいですし、そういったテクニックがちょっと使えないかもしれませんね。こちらのビンディングは開放値が16まで設定できるんですけど、14に設定してます。まあ、去年1回しか滑ってないんで、そもそもあまりこの板に乗れないっていう部分もあるんですけど、そこに来てソフトブーツですからね。ストラップのここのラチットがもう本当終わり。あー、クノカは1枚ですね。ちょっと本当にこれが本当の本当のラストになるかもしれません。行きましょう。はい、滑れそうですね。ちょっと。さっきのフリーライドの板よりかは、ドラグが気にならないかもしれません。滑れそうですね。ドラグが気にならないかもしれません。転んでも解放するんで大丈夫です。いや今なんだろう、原因ドラグかな。ちょっといい感じに乗れてた気がしたので、どこも痛くはないです。もうこっからはね、少しシャドウが落ち着いてくるので、あまり攻めなくてもいいと思うんですよ。ソフトブーツでも十分にまだ滑れてますね。ただやはりフレックスが柔らかいので、ノーズのパワー、板のノーズ部分にパワー伝達にちょっとコツがいるというか、いつも以上にその意識しないとノーズ部分へのパワー伝達は行えませんね。それとやはりどうしてもソフトブーツの特性上後傾になりがちなので、この辺を意識した滑りができると十分滑走可能かと思います。いや全然滑れますね。レッツ板でも関係なかったです。普通に滑れます。いやこれ面白い。ジェリーフィート、これいいんじゃない。ソフトブーツでも全然滑れますよ。いやすごい、ジェリーフィート
まさかソフトブーツでレインカが履けるとは。ジェリーフィートさん、ありがとう。楽しさをありがとう。最初スキーボードから始めて、でツインチップのフリーライドスキー、そして最後この GS の板なんですけど、正直後半に行けば行くほど乗りやすくなってます。私がその滑りを思い出してきたっていうのも若干加味されるとは思うんですけど、有効エッジが長くなるとそれだけ安定性が増すのはよくわかりますね。どうですかこのソフトブーツでGS 板というこの異色の組み合わせ、そして割と普通に滑れちゃうという。いやー、なるほど、面白い。というわけで今回ですね、ソフトブーツでスキー、開放スキーということでやってきました。結果としてはですね、全部滑れます。全く問題ないですね。何の違和感もなく私は滑れましたね。バインディングの幅があるので、その分こう高さがあった方がドラグがなくなると思います。ドラグするとやはり足弾かれてエッジグリップが一気になくなるので、多分急斜面それでこけたんだと思います。そういうわけで快晴のハンターマウンテンよりお送りしました。ありがとうございました。Brown and run for them safety. Look like gunshot around the streets. Them lately crime and frustrated. Alongside who created the emergency state. We can't escape it. Inflation crazy for the old lady. The poor baby no if or maybe. Turn my scheme in a crime scene. Yellow tape it. Coffee no have to be the government favorite. Me have enough on me plate. Not exaggerate, not try animate. When me do talk is straight. Kendrick consolidate all them police. You want to chuck off your face. Run the race, hold the pace. Big bro, hold the face. Jesus, give me the pillow. Beg you, hold the case. Me a bleed, you to bleed from them heart and them face. And I swear all them tears will not go to waste. Coffee defend them case. Must be replaced too.